堀部勝人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。で今日の質問はですね、2017年世代は、投手陣が、まあ、一冬越して、計算できるほど成長したことが、智弁和歌山復活の一因になったんだなと思いました。加藤選手っていう選手がいたんですけども、その加藤選手のグラブを使って、当時2年生の平田龍樹選手が甲子園で投げていたんですよねっていうコメントをいただいたんですけども、実はこの2017年世代っていうのは、最後の夏は今、関西学院大学の4年生で、ドラフト候補の黒原選手が最終的にエースとしてチームを引っ張ってくれたんですけども、1年生の時はですね、黒原選手は軟式野外の選手で、まだまだ体もできてなくて力不足な部分もあったんですけども、実は加藤選手っていう、もうスーパースターですよね。中学時代からもう有名で、非常にいいピッチャーがいたわけなんですよね。で、この加藤選手だけが、1年生の時に、出場した甲子園でベンチ入りをしていて、で、その試合でも投げている。いわば、甲子園を経験しているのが、2017年世代が出場した甲子園で、その、智弁和歌山のメンバーの中には、加藤選手しかいなかったんですよ。で、加藤選手っていうのは、まあまあ本当に期待されながらも、肘の故障に苦しみながらですね、1年生の夏は甲子園でも140キロ計測して、あ、このピッチャーは楽しみだなっていうところだったんですけども、その後本当にこう怪我で苦しい日々を繰り返しながら、まあ、投げるだけじゃなくてですね、バッティングも、まあ守備も結構こうセンスに溢れる選手だったので、ピッチャーとしてはちょっと出場は難しいけども、なんとか、ショートでとか内野の練習をして、あとはバッティング練習もしっかりしながら、チームの役に立とうと懸命に頑張っていた選手が実はいたんですね。で、その加藤選手の思いを背負って甲子園では平田選手がマウンドに立って、1回戦の興南戦も2回戦の大阪桐蔭戦もマウンドで投げたというエピソードが、まあ、私実際後で知ったんですけども、そういうふうな先輩の思いを背負って投げてたんだなっていうのを聞いて、私もまあ胸が熱くなるものがあったんですけども、その加藤選手っていうのがまあまあ不完全燃焼で高校野球を終わる形になってしまって、本当にまあ指導者として申し訳なかったなっていう部分があったんですけども、本人まだまだ全然気持ちが折れてるわけじゃなくてですね、もちろん大学に進学しまして、関西国際大学っていう、まあ、ピッチャー育成ではかなり優秀な、関西では本当に強豪の大学に進学して、なんとかこう加藤が大学でもう一回こう怪我を克服してしっかり体作りして、3年生4年生ぐらいでもう一回ピッチャーとして輝けないかなっていう思いは私自身ずっと持ってたわけなんですよね。で、その加藤選手がなんとこの2021年の春のリーグ戦でですね、登板してたんですよ。で、私もツイッターかなんかで情報収集して、で関西国際大学の情報がこう常々仕入れたんですけども、先発のラインナップの中に加藤亮、智弁和歌山っていうのが、まあ、ピッチャーのところで出てて、うわってこう思って、いよいよまた加藤がこう這い上がってきたっていうところでむちゃくちゃ興奮してですね、でリーグ戦の序盤はだいたい2戦目の先発とかだったんですけども、リーグ戦の最後の方になってきたらもう1戦目から行くようなピッチャーになってて、まあリーグ戦の1戦目に行くっていうことは、まあいわばチームのエースなわけなんですよ。で、まあもともと1戦目に行ってたピッチャーが故障したのか、ちょっと調子が上がらなかったのかわからないですけども、加藤選手がまあ事実上、まあエースという形で1戦目、試合に投げてたっていうのを聞いて、ああ嬉しい、もうやっとこう這い上がってこれたんだな、すごいな、加藤すごいなってこう思いながら、まあそれをね、見させてもらってたわけなんですけども、なので2017年世代の投手陣っていうのは、まあ、当然その加藤選手が順風満帆に育って、で黒原選手もコツコツこう伸びてきて、で日本体育大学に行った北選手もいてますし、千葉敬愛大学にエースとして頑張ってる大崎選手もいてますし、下級生には平田龍樹選手もいてるっていうような、このそうそうたる投手陣っていうのが実は2017年の夏には作れてですね、もっと言うならば高校時代は関西学院大学の黒原選手は技巧派だ技巧派だみたいなネットニュースとかになってるんですけども、実はね、黒原選手っていうのはもう高校時代からストレートのマックスで言えば143とか4とかまでもう出ててですね、3年生の春の段階では。で、7月入るか入らないかのところで、実は肘を痛めてしまったんですよ。その、
確かね、三重海星さんと試合やらせてもらった日だと思うんですけども、黒原選手はですね、指導者のところにちょっともう涙を浮かべながら肘が痛いっていうふうなことを言いに来てくれて、でもこれはちょっと無理せんとこと、もう必ず黒原必要になってくる時が来るので、もうここで投げるんじゃなくてちゃんとじっくり、リハビリをしながら7月の大会の終盤に間に合うように調整していこうっていうところで、黒原選手が、その辺を肘痛で休んだわけなんですよね。で、その夏の予選の、準決勝か準々決勝ぐらいから黒原選手がやっと投げれるようになってきて、でその前はもう黒原選手なしで他のピッチャーでこう乗り切れるような、それぐらい投手層が厚かったので、あの2017年のピッチャー陣っていうのは本当に素晴らしかったと思います。もしその黒原選手の肘痛がなかったら、引き続きですね、黒原選手が、まあ、大阪桐蔭戦の、甲子園の2回戦のマウンドに先発として上がったんですけども、やっぱりまっすぐが、まあ、130前半から中盤ぐらいの球威しか出てなかったんですけども、実は肘痛がなかったら、黒原選手っていうのは3年夏の段階で40オーバーの球をビシバシこう放れてた可能性もありまして、そう考えるとですね、2017年のピッチャー陣すごいこう努力もしましたし、まあ、才能にあふれた選手が揃ってたなっていうところを、改めてこのコメントを見させてもらって思い出したところですね。はい、どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。